おボもルです。というわけで、2024メージアスラ J2 リーグ第21節、ブラウブリッツ秋田対清水エスパルスの一戦、3対1で、えー、ボコボコにされました。はい。今季初の連敗、そして、に、う、んと、アウェイ4連敗、さ、えー、久しぶりに首位の座を明け渡し、3位陥落。 うーん、厳しいって。ちょっとこの状況は、うん、シーズン、まあね、こう厳しい状況が、いつか来ると思ってましたけど、いやー、この状況は厳しいって。勝ち負け、勝ち負け、勝ち負け、負けですか。いや、厳しいって。今日の試合をちょっと振り返ると、うん、守備はすごいボールウォッチャーになってたんじゃないかという、 気がしました。1失点目のところとか、顕著ですよね。なぜそこをフリーにさしてるんだっていう。いやー、そりゃフリーにさしたらあれ失点するわなと。うーん、2022年の失点シーンを見てるかのような光景でした。うーん、そっからガタ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 行ってしまって、三失点ですか。 解説の橋、解説が柱渡りさんで、ダゾーンのね、そう解説だったんですけど、もう痛いところ疲れまくりますね。もうそのおっしゃる通りっていう内容のものばっかでした。あっと、ピピピピ,ピっとなりましたね。ちょっとあの、めっちゃ個人的な話するんですけど、うんと、X でポストしたんですけど、いや、本当は、ね、秋田めちゃくちゃ行きたかったんですが、はい、えー、 38.3度ということで昨日から熱があと喉がしんどくてはい自宅で見てましたエスパル俺が勝つ俺がなんかめっちゃ個人的な話だけど俺が体調悪くなるとなんかいい感じに勝つっていうね去年去年おあの結構前からのね個人的なジンクさったんで今日勝てるかなと勝手に思ったんですけども そういう問題じゃなかったですね。それはそうか。てか、俺が病気になってそのようになったら <laughs>、あのか、勝ちまくんでたら全然病気しますわ <laughs>。<laughs> うんということで、えー、そう、そういう関係で言うと、体調崩した方があ、秋田のサポーターの方でいらっしゃって、前半一番最初の冒頭のところで、えー、うん、まあちょっと2、3分、3、4分ぐらいね、中断があったんですけど、うん、そこで、 集中力切れたっていうわけでもないんですよね、チームとしても。うん、完全に、秋田のサッカーにしてやられたような状況で。うん。吉田監督の、との勝率がすごい悪いという話は、秋葉監督がね、うん、聞いていたんですけど、まさにその状況になりましたね。いや、きつー。はぁ、あ。なんか、話してるだけなのに <laughs>。 あまり俺うまく喋れてない気がしますけどそこはごめんなさい頭も痛いほんとチームとしても頭が痛い状態ですがなるべく来週ねええー、岡山戦ホーム2連戦が待ってるので、うん、体調まあね喉のどかぜなら3日よかれ治るはずなので、えー、そしたら行こうかなと思ってるんですけどこの月じゃなければね あ、コロスケでも7日間だから日曜日は問題なのか。そっか。うん、あれも。サポーターの方含め、熱中症の含め、季節の変わり目ですから。先週もね、疲労が溜まってくる状況の中かもしれないけど、サポーターも含め疲労が溜まるかもしれないけど、この状況は、ほんと厳しいってっていう状況なんで。<laughs> いや、ちょっと。 前向ける材料が今日はなかったですが、来週どういう風に修正していくのかを楽しみにしていきたいなと思います。はい。ということで今日の g o m いきますか。うーん、すごい選びづらいですが、ああ松崎海選手で選ばせていただこうと思います。松崎海選手。うん、途中出場で入ってきて、そこからやっと活性化化して右サイドへ食って、うん。 ス瀬レキ選手のゴールに繋がったと思うので、はあ。まあ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 。まあはあ。それぐらいしつかね、今日は。うん。いいところなしだったので。うん、ゴールも相手に当たってのちょっと再現性がなかった気もするので。一週間、まあ、早、は、く、い、食い縛って。文字通り早く、はい、食い縛って。皆さん頑張っていきましょう。 ちなみに俺の知人もなんかこういう風に喉風になって逃げられるっていう人が多かったので、ぜひ皆さんもご自愛ください。ということで、自宅からは以上です。そして現地に行かれた方本当にお疲れ様でした。いじゃん、先導。